ゴンサロ・イグアイン、ゴンサロ・ヘラルド・イグアイン、1987年12月10日台は、フランスブルターニュ地域圏、フィニステール圏ブレスト出身のアルゼンチン人、サッカー選手、アルゼンチン代表、セリエ AAC ミラン所属。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。フランスのブレストで、サッカー選手の父の下に生まれ、イグアインが、生後ヶ月の時に、 一家はアルゼンチンへと移った。アルゼンチンの CA リーベルプレートのユースに加入したイグアインは2005年5月29日のクラブでヒムナシアエスグリマラプラト戦でデビュー。若くして頭角を表し2006年10月8日のボカジュニアーズとのスーペルクラシコでは2得点を挙げ注目を浴びる。2006から07シーズンの冬のオフ1200万ユーロ当時のレートで 約20億円でレアルマドリードへと移籍。2006から07、2007から08シーズンでは、主に3トップの右ウィングとして起用された。2007から08シーズンでは、イグアインの先発により、ロビーニョがベンチを温める機会が増えた。2007から08シーズンのアウェーでの優勝をかけた、第35節 CA を指すな戦では、後半の途中から出場。 終盤にフリーキックからアリエン・ロッペンのヘディングでの同点ゴールをアシストすると試合終了間際には自ら優勝を決める決勝ゴールを決めた。さらに第36節の FC バルセロナとのエルクラシコでは後半の途中から出場しファーストタッチでゴールを決めた。この2試合を含む4試合連続途中出場でゴールを記録するなど切り札として レアル・マドリードのリーガ連覇に大きく貢献した。2008から09シーズン途中から、チーム事情、シーズン序盤に、ロビーニョ放出、ファンニステルローイが、長期離脱により、先端フォワードを任されることが増え、ラウル・ゴンサレスとの2トップを形成した。このシーズン、マラガ CF 戦では、不調のチームの中でイグアインが1人気を吐き、4得点を上げて、チームを勝利へと導いた。 最終的にこのシーズン22得点を挙げチーム、得点王となる活躍を見せた。2009から10シーズンも、クリスティアーノ・ロナウド、カカ、カリム・ベンゼマといった想像たるアタッカーの加入により、開幕戦こそ、スターティングメンバーに名を連ねることができなかった、徐々に信頼を得ると首相のラウル、ベンゼマからレギュラーを勝ち取り、前年を超えるハイペースでゴールを量産。シーズン初ゴールは、 開幕から7週間後となる10月中旬であった。しかし、最終的にリーグ戦で、毎シーズンを上回る27得点を挙げ、リーガの得点ランク2位となった。ゴールをコンスタントに決めることから、マヌエル・ペレグリーニ全監督からの信頼も厚かった。ベスト16に終わった、チャンピオンズリーグ、オリンピックリヨン戦のセカンドレグでは、ゴールキーパーを交わした後に、 無人のゴールに決められなかったこと、ディフェンスが3人いたにもかかわらず、フリーだったクリスティアーノ・ロナウドにパスを出さなかったことなどから、先般の一人とみなされ、チームの第二キャプテンであるグティから、案に批判され、2010年には2016年まで契約を延長。ラウルが移籍して、クリスティアーノ・ロナウドが、背番号7を求めたことにより空き番となった。 エースナンバー9番を背負うという話が出た際には、背番号22タイル愛着を語り、変更しないことを望んだ。ジョゼ・モーリーニョが監督に就任した2010から11、シーズンは1トップを任されるもゴールが遠く、序盤戦は不調にあえだ。その後は徐々に復調の兆しを見せ、11月3日に行われたチャンピオンズリーググループステージの AC ミラン戦では、 前半終了間際にアンヘルディマリアのパスから、クラブの欧州大会通算700目となる、先制点を挙げた。このシーズンは18試合で10得点と高い、得点率を誇っていたものの、その後追感ンヘルニアによって離脱。12月1日に精密検査を受けた結果、手術が必要であると判断され、翌年1月11日に、シカゴにて手術を行った。 手術の直前に行われたビジャレアル CF 戦の試合前、チームメイトはイグアインへのメッセージが書かれた T シャツを着て励ました。4月3日のスポルティングで基本戦で後半から途中出場。メスタージャでのバレンシア戦では復帰後初ゴールを含むハットトリックを達成した。バルセロナとのチャンピオンズリーグ第2戦でも後半、開始直後にゴールネットを揺らしたが、 直前のハビエル・マスチェラーノに対するクリスティアーノ、ロナウドのファウルが取られたことによ得点は取り消された。2011から12シーズンの開幕前、プレーオフで好調だったベンゼマとは、対照的にあまり調子の上がらなかったイグアインは、開幕戦をベンチスタートで迎えることとなった。その後もモーリーニョは、ベンゼマを信頼し、イグアインは、ほとんどの試合で先発メンバーに選ばれなかった。 しかしその後、チャンピオンズリーグのアヤックス戦で、ベンゼマは、左足長内転筋を負傷。第7節、RCD エスパニョール戦で、先発のチャンスを得るとハットトリックを記録し、復調を印象付けた。さらに次のレアルベティス戦でも2試合連続で、ハットトリックを達成した。PK を蹴らないにもかかわらず時間あたりの得点率は、クリスティアーノ・ロナウドや、リオネル・メッシを超えて、 欧州五大リーグでトップであったが、ベンゼマとのレギュラー争いに敗れ、エルクラシコやチャンピオンズリーグのバイエルンミュンヘン戦などをはじめ、ベンチスタートとなる日々が続いた。そのことからシーズン終了後の移籍の噂が後を絶たず、ユベントス FC やパリサンジェルマン FC、チェルシー FC、マンチェスターシティ FC など多くのクラブからの関心が伝えられた。 2012から13シーズン終了後、移籍を希望し、ユベントス FC やアーセナル FC が獲得に動いた。2013年7月24日、エディンソン・カバーニの後釜として、SSC ナポリ移籍が決定。契約は5年間。レアル・マドリード時代の同僚であったアルビオル、カゼホントはここでも同僚になる。2013から14シーズンは32試合に、 出場して17ゴールを挙げチームのチャンピオンズリーグ出場圏内となる3位に貢献した。2014から15シーズンは37試合に出場し18ゴールを挙げるもチームは5位となり完全燃焼のシーズンとなった。2015から16シーズンは開幕からゴールを挙げナポリの優勝争いの原動力となり最終的に2位となった。 2016年4月3日のウディネーゼカルチョ戦で審判への抗議で4試合の出場停止、後に3ミに軽減されるも、2016年5月14日のフロジノーネカルチョ戦ではハットトリックを達成してシーズン36ゴールを記録。リーグ得点王を獲得し、セリエへの得点記録を66年ぶりに更新した。2015から16シーズン後、 優勝を争ったユベントス FC に5年契約で移籍が決定。なお、ユベントスは契約解除金として9000万ユーロを2年間の分割でナポリに支払っており、これはユベントス史上最高額の移籍金でありまたセリエ A のクラブが支払った史上最高額の移籍金である。また年俸750万ユーロも現役のセリエ A 選手で最高額となった。背番号は ナポリ時代と同じ9番。優勝を争う長年のライバルへの移籍は、その金額の大きさも、相まって、ナポリサポーターからの大きな反発を生んだ。8月20日のセリエ A 開幕戦フィオレンティーナ戦で、ユベントスの選手として、デビュー、ゴールを決めた。10月29日には、古巣のナポリと対戦し、決勝ゴールを決めたが、ゴールを喜ぶ姿を見せなかった。 4月15日のペスカーラ戦で2ゴールを決め、ヨーロッパでの200得点を達成。UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、準決勝エース、モナコ戦のファーストレグでは、共にダニエル・アウベスのアシストから2得点を決めて、勝利に貢献した。2017から18シーズン、10月28日に、セリエ A 通算100得点を AC ミラン戦で達成。 12月1日のフルス、ナポリ戦では、チャンスが少ない中で決勝点を決めた。2018年2月4日、セリエ A 第23節が行われ、サスオールとの対戦で、有名席跡後発のハットトリックを決めた。2018年8月2日、AC ミランに、レンタル遺跡で加入することが発表された。ユベントス FC は、レンタル料金1800万ユーロ、さらに、 シーズン後に AC ミランに完全移籍の場合、3600万ユーロを2年間で支払うことで合意したと発表した。2006年11月、ドメネック監督からフランス代表に招集されたが辞退。2007年初頭にアルゼンチン市民権を獲得したことを受けて、アルゼンチン代表入りを目指すことを表明。2008年2月、バティスタ監督から、 U-23 がアルゼンチン代表メンバーとして初、招集されると、グアテマラ戦で代表デビューを飾り2ゴールを挙げた。5月、カタルーニャ代表との親善試合にも出場したが、両試合とも FIFA フフが承認する国際 A マッチではない。ため国際試合での出場数やゴール数は記録されていない。2009年9月25日、マラドーナ監督から 2010FIFA ワールドカップ。 南米予選メンバーとして、ピンチに陥っていたアルゼンチン代表に招集される。2009年10月10日のペリュー戦で代表デビューを飾り、先制点となる代表初得点も挙げた。2010年3月3日の親善試合、ドイツ戦では、決勝点を挙げた。イグアインは、窮地に追い込まれていたアルゼンチン代表を救い、ワールドカップ出場へと導く。 2010FIFA ワールドカップでは、イグアインは、マラドーナ監督から FW のファーストチョイスとされていた。ギリシャ戦を除く全ての試合に先発出場し、6月17日の韓国戦で大会唯一のハットトリックを記録した。アルゼンチン代表としてワールドカップでハットトリックを記録したのは、元アルゼンチン代表として、 歴代最多ゴールを挙げたガブリエル・バティストゥータ以来、ディジェル・モスター・ビレ、バティストゥータに次いで3人目の快挙。ちなみに2006フィーファワールドカップでは、ハットトリックはなかったため、2大会ぶりのハットトリックだった。2011年、ホスト国として臨んだコパ・アメリカにも招集された。グループリーグの2試合はベンチを温めたが、2試合とも引き分けという結果から、バティスタ監督は、 最終戦の対コスタリカで多く先発メンバーを変更し、イグアインも先発に名を連ねた。決勝トーナメント準々決勝のウルグアイ戦でも先発出場し、前半17分に同点ゴールを決めた。しかしその後スコアは動かず、アルゼンチンは PK 戦の末敗れた。二千十一年十月七日の二千十四 f i f a ワールドカップ南米予選初戦のチリ戦で、 ワールドカップ以来となる自身2度目のハットトリックを達成した。コパアメリカセンテナリオでは4得点を挙げる活躍を見せるも決勝のチリ戦では途中交代させられチームも準優勝に終わった。2014FIFA ワールドカップではボスニアヘルツゴビナ戦で途中出場しメッシュのゴールをアシスト準々決勝のベルギー戦ではゴールを決めたが決勝では ノイヤーと1対1の場面で得点を決められず、アルゼンチンも優勝を逃した。2015年コパアメリカ決勝では、グループステージのジャマイカ戦、準決勝のパラグアイ戦で得点を決めたが、決勝のチリ戦で PK を外し、アルゼンチンも優勝を逃す。2017年5月に、ホルヘサンパオリが代表監督に就任すると、6月9日のブラジル戦以降は、 代表に招集されない日々が続いたが、翌年3月に代表復帰を果たした。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会に出場、一時リーグ3試合に出場したが、ノーゴールに終わり、アルゼンチンが敗退した決勝トーナメント1回戦のフランス戦では出場機会はなかった。2010FIFA ワールドカップの監督でもあったディエゴ・マラドーナからは、 バティとクレスポの資質を備えていると評され、クレスポ自身も代表での後継者として指名した。リオネル・メッシュからは、世界でも指折りのストライカーと評価され、クリスティアーノ・ロナウドは、メッシ、ネイマール、ロベルト・レバンドフスキラと並んで、ライバルの一人と語っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。